ぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。引き続きまして、近藤でございます。よろしくお願い申し上げます。3人の知事の中では私が48で一番若いんでございますが、まあ、主催ということと、まあ、あの先陣役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。宮崎神武天皇につながる日向三代の舞台ということで、お話を申し上げたいと思います。真ん中にあるマーク、これは今8年後の日本書紀300年も睨みながら紀元前1300年記念事業であっている、まあ、その記念のマークでございますが、山と海と、それから下のあのぐるぐる巻きの文様は隼人の盾をイメージをしておるものでございます。はい、はい、と言いながらですね、今の宮崎をご理解いただくに、まずこの話がございまして、先日行われました5年に一度行われます和牛のオリンピックといわれるこの全国和牛能力共進会で、おかげさまで前回に引き続き宮崎が日本一になったわけでございます。9部門中5部門で日本一になって、またあの団体賞でも1位、団体賞宮崎は42点でですね、2位の鹿児島が25点ということで、圧倒的なまあ勝利を感じさせていただいて、ありがとうございます。これはあの、まあ、2年前にあの肯定期とあったわけでございますが、全国からしていて皆さんのご支援の賜物と深く感謝を申し上げます。実は象徴的なことが昨日2点ありまして、あのこのメンバーでですね、あの宮崎の目抜き通りパレードを行いました。あの宮崎、あの巨人とかあのソフトバンクがキャンプをしておりまして、日本一になった時優勝パレードを行うんですが、それと同じようなパレードがあったというのと、一つもう一つはですね、この皆さん全体にですね、県民栄誉賞を贈呈したということでございます。直近ではオリンピックでメダルを取った水泳の松田丈志選手とか、柔道の井上康生選手とかですね、そういう方に差し上げておったんですが、まあ、それほど宮崎にとっては明るいニュースで、まあ、元気を出していこうということでございます。はい、はい、失礼しました。福祉の日向の立花のほどのあはぎ原にみそぎ原へ玉石時になりませる原へ殿。はい、よく耳にされるあの原へ言葉です。全国の神社で、唱えられるものでございますが、福祉、日向、まあ、宮崎のことですね、立花、これ全てあの立花というのは、先ほど言いましたあのパレードを行えるとか立花通りというところでございますし、今シーガイアという施設があるのも淡木ヶ原、非常に馴染み深い、宮崎にとって馴染み深い地名が並んでおります。はい、日向三代、天孫降臨の二人組の見事に始まり、その子である海幸山幸、そして宇賀屋吹会津の見事と初代天皇である神武天皇、これにつながる、まあ、日向三代、四代、これが中心となるということでございます。はい、この日向四代ということを通じてですね、あの宮崎県内にいろんなこうゆかりのスポットがあるということと、年間を通じてさまざまなお祭りやイベントがある、そういうことを説明させていただければと思います。左上にあの宮崎の地図がありまして、これがどこの地点かというのが星でございます。そこをご覧いただければと思います。まずは新見の御事の天孫降臨、2つ説があるわけでございますが、もう一方の高千穂、これはあの国見ヶ丘の雲海の映像であります。天照大神がお隠れになった時に、神々、八百万の神々が相談をした天安河原というような、まあ、こういったような場所もございます。はい、先ほどご覧いただきました高千穂の夜神楽でございます。これからちょうどシーズン、県内、高千穂町内ですね、20カ所ぐらいで展開をされます。はい、これは観光夜神楽といって、毎日1時間程度観光客の皆様に向けてということでやっております。これはイザナギとイザナミが酔っ払ってこう観光客の皆様と戯れて、まあ、そんな場面でございます。はい、2月11日には建国祭りということで、八百万の神々のパレードというようなことがございます。一番先頭にありますと難しい字はですね、クシフル神社というふうに言います。クシフルの峰にあの天下りなし、クシフル竹に天下りなしという、まあ、古事記の文言が浮かんでくるかと思います。はい、私も今年、こういう形で参加をさせていただきました。はい、からもう一方の天孫降臨の伝承地が高原町にあります高千穂の峰ということで、二人組の御事が
刺されたということで、天野逆鉾がこのように刺さっております。はい、これはあの高千穂の海で遠く見たところでございますが、非常にこう、まあ、あの尖ってですね、本当にあそこに降りてみようという気にさせるものがあるかなという感じがしております。この実は高千穂の峰のそばの新燃岳が去年あの火山噴火をしたわけでございますが、今おかげさまでなんとか落ち着いております。手前に映っております綺麗な花が美山霧島、5月から6月がシーズンでございます。はい、その高原町の地元に払い川神楽というものがございまして、これは神剣を手に持ってということでございます。払い川神楽あちらと見ていただきました。県の中ほどに移りまして、西都市の西都原というところに二人の御事とこの花桜姫の出会いの地というようなことを言われております。真ん中中央上部にですね、緑色のこんもりしたところがございまして、ここにおさほ塚、めさほ塚という、まあ、大きな古墳がございます。日本最大のホタテ型古墳と九州最大の前方後円墳がありまして、これは右の御事やこの花咲夜姫のロゴではないかというようなことも言われているところでございます。はい、季節折々、これはもう春の様子であります。もう菜の花に桜が浮かぶ、秋はコスモス、非常にまあ綺麗な場所でございます。はい、これは銀の鏡と書いて白身神楽と読みます。例の岩永姫のエピソードですね。右の御事に、まあ、結婚を断られて、鏡を見て自分の醜さにこう悲しんで、こう鏡を割ってというところから、その地名も残っているところでございますし、それにちなんだ神楽ということでございます。はい、この神楽ではその神前にイノシシの頭をお供えをして、回れるわけでございますが、そのイノシシ狩りの様子をこう模した、失礼しました、獅子飛びと呼ばれる、まあ、狂言劇がこの神楽の特徴になっています。はい、この西都では古墳祭り、今の右の御事とこの花桜姫の出会いというものをテーマに、まあ、炎をテーマとしたお祭りが行われております。はい、それからその子供である海幸山幸の伝承の地ということで、宮崎の青島、これは有名な観光スポットでございます。このような形で本殿も本当に南国ムードたっぷりなところに立っております。これがですね、1月上旬に裸参りというものが行われます。山幸彦が和田摘の宮から急に帰ってきたということで、村人たちがもう木の幹のままこう飛び込んでお迎えをしたということにちなんで、今こんな姿で禊をするわけでございます。はい、今年は私も参加させていただきました。すみません、ふんどし姿を恐縮でございますが、まあ、こんな形で PR に相勤めておるところでございます。はいはい、これは7月に行われます。今度は山幸子の御霊というものを渡つみにお連れをするという、海を渡る際でこんなものを行っております。はい、その山幸子の今度は子供になります、豊玉姫との子供、宇賀屋吹会津の御事の生誕の地と言われておりますのが、日南市の宇土にあります宇土神宮、こういう非常に断崖絶壁に建てられた、非常にこれも景色素晴らしいところでございます。はい、そのさらに子供ということで、神山と岩彦のこと神武天皇ということになるわけでございますが、宮崎市、この宮崎神宮というものは神武天皇を主催神としてということで、近くには小部屋という神武天皇が小さい頃過ごされた場所もございます。はい、今の宮崎神宮の大祭というものが神武様というものでございまして、沖夜丸、このいう船で、日向市三津からお船出をされたということで、船の先頭に立っておりますのが神武天皇ということのようであります。